レッドボックスのゆうやです。大地です。お願いします。やっぱドッジボールってバランスが一番大事だよね。間違いないね。バランスですよ。うん、ドッジボールに必要なものは、何事もない。今回は、このファルクエルバー、なるほど、ファルクエルバー遊ぼうスポーツスタジオのファルクエルバーを使って、どっちがこのファルクエルバーの上に乗ってられるか勝負。俺結構これ自信ある。なるほどね。なんでかっていうと腹筋が強いから。で小バトルもやってるし、結構そこら辺はめっちゃバランス自信は。なるほど。3回ぐらい練習してもいいよ。ちょっともう俺経験があるから、ちょっとそれを申し訳ないなと思って。リアで先行ね。もういいんじゃない？ 3 回。3回しっかりやるかないから OK。 はい。で、ルールとしては、もう本当に単純にバランス力で勝負したいんで、手使ったりとか、もうこういう、なんて言うんだろう、もう卑怯な、こういうなんか考えそうだな、太一とかこういう感じの考えそうだな、これなし、もうシンプルにこの上に立って、バランスを取る。なるほどね。はい。これ勝負したいと思います。ただね、2勝1敗なんで。ルール以上ですか？ルール以上です。もう簡単です、妨害とかなしですよ。もちろん。ありえない、ありえない。びっくりしちゃった。そんな、するつもりだったいやいやいや、じゃあなんかそういうなんか穴探してる。はい、以上ですか？ちょっとやろうと思ってたでしょ。全然。手使おうと思ってたでしょ。ありえない、ありえない。ぶら下がるのとかなしですからね。ありえない。もうここに立つと。オッケーオッケーオッケー。もちろん。いいですか？じゃあ先行を決めますよ。先行でいいって言ってたけどさっき。言ってないです。言ってない。じゃあ勝って負けた方が先行。負けた方が先行でいいですよ。勝って結構プレッシャー与えられますよね、先にやって。負けるですね。勝つ。勝つ。勝って後攻になる。後攻になるですね。最初はグッ、じゃんけんぽい。じゃあお願いしようかな。よし。じゃあもうここで一発プレッシャーかけるぐらい。でも朝まで行っちゃうんじゃないかな。そしたらごめんね。あ、全然仕事とか大丈夫。あ、全然大丈夫。じゃあ行きたいと思います。ちょっと楽しませてくれ。あ、どうしようか。もう一発勝負する。一発で行こうか。あ、じゃあ一発で行きましょう。もう落ちたら負けね。よし。じゃあ MC お願いします。秒数測るよね。秒数で。秒じゃ終わんないけどね。時間とか日数とかになってくるんだ。そうだね。上限も決めとくじゃん。じゃあウィークはなし。ウィークはなし。デイズに収める。デイズに収める。食事とかなし。なし。あ、ここで食事取ってもいいの？あ、全然ある。オッケーオッケー。いや、30秒超えたら妨害するわ、俺が。30秒超えたら妨害が出るんですって。なるほどね。同じ妨害ね。同じことするから。オッケー。ちょっと、高校有利だな、すげえ。よっしゃ、行きます。おっしゃっす。もういいっすか？うん。乗ってから、乗ってから数えるから。行きます。よー、おい、やばい。はい、一発勝負ね。一発勝負。1秒83、はい、みんな来ました。一発勝負です。1秒83 動画にならない。小バトルね、それが小バトルね。小バトル、すいません。小バさん、すいません。やばい、ちょっと足が滑ってたわ。ちょっとなんかずっと待ってたからさ。よっしゃ、まあじゃあお願いします。よし、頑張れ頑張れ、いけ、結構粘るやん。10秒63。ありがとうございます。まあ、ちょっと練習ということで、はい、一発勝負。じゃあ今日は俺の勝ちだ。早速やっていきたいと思います。今日俺の勝ちだから。よし、じゃあ30秒ごとに。終わってるから。どんな俺の勝ち、またなし。どんな問題があるかでの視聴者が楽しみにしてる。俺の勝ちがまたなしにされる。まだもう君はもう君の勝ちでいい。なんで、ちょっと急に勝ち、ちょっと急に勝ちでいいから。勝ちました。勝ちました。はい、で、僕がこのまま負けちゃうと、負けちゃうっていうか、もうこのままで終わっちゃったら、もう小バトルの意味ないですよ。そうだね。小バさんに失礼。どんだけ。じゃ個人的な記録。個人的な記録だけやらせてもらっていいですか。勝負には負けたけど、記録変え。もういいよ、負けでいいです。負けです。もう分かってるから。はい。じゃあ行きます。2勝2敗ね。よし。トータル。
え、もうここで食事とか取っていいの？あ、全然いい。寝てもいいよ。寝てもいい。ダメだ。3秒88 あ、でもちなみに僕のコマ取り1回やってますから。プライベートレッスンしたんすよ。ええ加減だなこれ。やらせてもらいましたんで。じゃあ待って、一緒にさ、例えば。なるほどね。うん、あんま勝負が上がってるなんて。うん、よう、ちょっと。やっぱ一緒に立つと負けず嫌いが発揮して。強い、この男。この男、体幹すげえ。腹横筋がすごい。マジで。30秒経ちました？まだ。どんな妨害来るんだろう。すっげえな。やばいやばいやばい。もうコツも掴んじゃってる。え？すごいすごいすごい。すげえ。もうなんなら取っちゃうんじゃないの？なんなら取っちゃう。今回は、大先生の勝ちだよ。すごかったね。42秒17。やってたでしょ。初めてやったけど、本当に、ね、すごいね。あの最初に3回練習したのよかったね。あ、僕ちょっと今日初めてだったんで、ちょっとコツをつかめないで。もう1分以上全然いくんだけど。いやダメでしたね。じゃあ2勝2敗で、はい、次の勝負も楽しみにしていただいて。これ公園とかのさ、鉄棒とか、うん、鉄棒じゃねえな。でもなんかあるよ、ね、ブランコとかでさ、ブランコの柵とかでちょっと、確かあの、大志先生の40秒、うん、ちょっと超えて、あの、超えられた人はコメントください。うん、ちょうだい。はい、お願いします。これができたら、君もドッジボールマスター。